グレッシブに前からインテンシティを持って守備をしてくるんじゃないだろうかと予想してました。一気に長いボールで田川が裏を取りました。決定機、いきなり先制、ネットを揺らしました。ホーム東京先制、田川です。立ち上がったと思いますけれども、この田川のですね、出ていくタイミングも良かったですし、ちょっと裏にしてみるとですね、センターバックの岩波が頭を越されて、そこに対してちょっと酒井が準備ができてなかった、そこのところですね、しっかり田川がですね、いいタイミングで抜け出して、オフサイドギリギリからですね、酒井の前に入って、まあ、コントロールも悪くなかったですよね。で、利き足の左でシュートが打てるぐらいですね、余裕を持ってシュートが打てたこと、これがやっぱりいい結果につながったと思いますね。最高の立ち上がりじゃないですかね、FC東京にしてみるとね。はい。